はい、皆さんこんにちは、ワネルグルージです。では今回はアゾバヤン4レジスタンスの DLC 入れた状態のアメリカ軍プレイ続けていきたいと思います。で今回はですね、いよいよ日本軍との海戦を視野に入れて、特に陸軍の装備をね拡充していきたいなと思っているんですが、まあ、いかんせん軍事工場が少し足りていないという状況で、軍事工場をねバシバシと建てていきたいんですけども、軍事工場を建てるための民事工場が足りない。民事工場は今貿易で使ってしまっているっていう状態なので、今回はですね、政治力を少し資源獲得の方に振り向けて、貿易を減らして、その分を軍事工場の建設に回していこうかなというふうに思っています。で具体的にはですね、資源開発の展望で、今、製鉄所ミネソタに拡張を入れてるんですけども、同じような感じでまずはね、製鉄所関係をできるだけ多くズカズカっとね、入れていこうかなというふうに思っています。海軍の増強でね鉄を使ってしまっていて、その鉄の輸入で軍事工場を使ってしまっているので、それをね少しでも改善、していければなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。日本軍との海戦にあたっては、まず初戦の海戦、海軍同士の激突ですよね。これに勝利しなきゃいけないので、海軍の増強が第一優先事項ではあるんですが、いかんせん陸軍が脆弱すぎるという状態なのでね、これをなんとか改善していければなというふうに思ってます。なので、まずは、ペンシルベニア、オハイオ、インディアナ、この3つに対しても製鉄所を作って、鉄資源を自前で用意すると。で、空いた民事工場を石油の輸入、もしくは軍事工場の建設に回していこうかなと思います。で、スパイの方は今、満州と日本の方に、潜入させているので、これはね、このまま継続させます。で、長期間のアップデートはもう、欲しいものは大方入れていっているので、あとはね、もうそのままアップデートを重ねていきましょう。で、陸軍の装備だ。軍事工場の数が足りないので、種類を多く作るのは無理なので、もうここはね、一点突破していきましょう。今の海軍、陸軍の編成はご覧のような感じですね。歩兵と、あとは野戦砲をね、入れているのが限界なので、これを、やっぱり作っていくしかないかなというところですかね。であとは、なんとか、戦車部隊もね、作っていきたいなと思ってます。そのためにも、やっぱりね、欲しいですよね。製鉄所。これでまた鉄をね、自前で用意したら、浮いた分を、建設に回す。それでもまだ民事工場が足りないか。せめて今カリフォルニアとジョージア2つ2並列で作りたいんですよね。民事工場。ただちょっとこれのキャパが足りてないかなというとこですかね。はい。我慢しましょう。ここは耐えます。ただ続々と資源をね、自前で用意していくことができるようになれば、ここも一気に改善されるので、そこをまずはね、目論んでいきたいと思います。足りていない輸入に頼っているのが、クロムと鉄なので、クロムと鉄っていう観点で言うと、鉄二つですね、入れていけばいいかなと思います。タングステンと、アルミはね、今のところ足りてるので、優先度は低い状態です。で、ポーランドがドイツの最後通帳拒絶。これ、ついに対戦が始まりますね。で、国際緊張度が32まで上がった。で、我々が中華民国に義勇軍を送る場合ですが、まだまだ足りていないのかな。
リュウグの繁栄。これを行うには、35% の国際緊張度が必要と。ちょっと画面小さいですけどね。今 32% 画面の右上出てますので、あと 3% 回戦したらいけますね。そしたら、中国に、中華民国に、義勇軍を送って、一気に経験値を溜め込んでいきましょう。それまで持ってくれればいい。おー、来たね。一気に来たね。連合国に加盟か。陣営で言うとどうなっている？ちょっと陣営マップ確認しましょう。大東亜共栄圏だよね、日本は。日本と満州は大東亜共栄圏。で、連合国にイギリス、オーストラリア、フランス、ポーランドが入っているという状態か。まだここは独立独歩でいきましょう、我々は。が、義勇軍は送る。4師団が送れるわけだな。では、このうち4師団を引き抜きます。で、これを派遣していきましょう。中華民国に。で、一気に経験値を稼ぐ。まあ、そういうことにしていきたいなと思います。これで義勇軍を送れば、少しはね、陸軍の経験値が得られるかなという期待です。Yes, sir. マッカーサーの指揮官に入れましょう。いよいよ、動いてきそうですね。そしたら鉄をさらに獲得していきます。さて、USS パナイ号が中国にて沈没。大日本帝国と中華民国の間の戦争の最前線より民間人を避難させていた砲艦パナイがアメリカ旗を明瞭に掲げていたにもかかわらず本日攻撃を受けたということだな。まあ、ここは賠償を求めておきましょう。今即時開戦というわけにはいかない。陸軍がしょぼすぎるので。海軍の展開もね、もうちょっと時間が欲しいところですからね。なんとかね、日本の、おっと、政治力100が入ったわ。これはありがたいな。ただでさえ今政治力が喉から手が出るほど欲しい、いいところなので、ロビー活動を入れておきましょう。で、あと研究補助金も入れる。さあ、我々の師団が中国に着いたら、なんとかね、それの支援に割いていきましょう。で、さらに製鉄所獲得で、貿易の方はさらに鉄を自前で用意する。国家方針の方ですが、確認していきます。太平洋の防衛の方に入りましょう。ここは予定通りですね。オレンジ計画、イエロー計画の後の太平洋防衛。で、ダメージコントロールですね。これも入りましたので、続いてだな。帝国との戦いではやっぱり即時、効果が得られるものがいいので、磁気雷艦を入れて、まあ、いわゆる魚雷の攻撃ですね。駆逐艦、潜水艦、軽巡、重巡の魚雷攻撃のパーセンテージ 20% のボーナスで得るものを入れておきます。で、さらにブーストをかけよう。そのために、
海軍の経験値をために貯めてきたわけですからね。あとはそろそろ陸軍との帝国陸軍との戦いに備えて陸軍の攻撃力師団攻撃アイゼンハワーを入れよう。これでボーナスとして師団攻撃 10% のボーナス、これ大きいですよね。さて我々の義勇軍到着したね、上海に到着。では早速ね戦いに挑みましょう。いやーなんかすごい久々だな、ハーツオーワインホー。これの初回の時お話したと思うんですけど、いつぶりかな、まあ、約半年ぶりぐらいになるので、なんかちょっとね緊張しますね。海を渡るのは無理かな、ちょっと数が少なすぎるよね。まあ、1000時間近くプレイしてるんですけど、やらないとすぐ忘れてしまうのはもう年のせいですね。本当にね、もう37になっちゃったんで、悲しいかなっていう感じですけど。なんとか支えになりましょう。まあ、本音で言うと経験値が欲しいだけなんですけどね。もうちょっと派兵したいよな。なんか手はないかな。できるだけね、その義勇軍を送れるだけ送ってしまいたいので、2師団か、2師団だときついよな。まあでも2師団でもないよりはマシか。義勇軍送りましょう。陸軍の経験値が欲しいし、帝国にね資源を渡したくないと、そういう思いもありますからね。さあではさらに2師団送り込みます。本当はね装備の充実した精鋭を送ってあげたいところなんですけどね、残念ながらそういう精鋭がいない。まあ、とりあえず、先に送り込んだ4師団は南京の防衛に当たらせましょう。南京が陥落すると厳しいですからね。建設の方は軍事工場がカリフォルニアで建設中のみか。で資源の方はミネソタに12の製鉄所、貿易、まあ輸入量32の鉄をさらに減らして民事工場欲しいですよね。で研究の方も見直しをかけていきたいな。産業ですね。そうなると生産効率の上限、組み立てライン生産を入れると296日、まあ約1年ですよね。これはしんどいな。そうなると資源の採掘効率の3を入れて貿易量を減らすっていう方が現実的かな。ちょっとそちらの方に舵を切っていきましょう。次の研究枠は、資源の採掘量アップ 10% のボーナスを取りに行きます。
頼むぞ。しっかり稼いできてくれ。もうそういう感じですね。南京の防衛もちょっと劣勢になってきてるな。これは4師団が壊滅する可能性が少なからずある。さらに強襲上陸も受けている。そしたら我々の海軍を展開していきましょう。第一太平洋艦隊を投入して障害活動に当たる。思い切って沖縄近海まで出ましょう。帝国を日本近海から出さないぞという意思ですね。まず港を取り返したいかな。ワルシャワ陥落早いな。港を取り返して上陸してきた帝国の補給船を断ちたい。そこからだ。このままだとね、補給も立てないし増援も簡単に到着しちゃうしっていう状態なので、なんとか港を取り返してあげましょう。陸軍の経験値は着々と溜まってるな。ポーランドの降伏。今起きている戦争、まあ、いわゆる日中戦争ですね。まあ、これは、まあ、介入しつつありますけど、参戦はしていないという状態ですね。で、ドイツとイギリス、それにドイツとベルギーの戦争が始まってますけど、まあ、これはいずれドイツ対連合国に集約されていくと思います。なので、まだ本格的に我々が介入する前に、しっかりと、陸軍の編成を整えましょう。予定通りだ。じゃあここで偵察野戦通信と入れましょう。30ほど。ようやくここまで来たね。いやー、ちょっとこの上陸してきた部隊を駆逐するには数が足りないな。南京が危なくなってるもんね。で、もう一つの戦線の方も南京陥落した。南京陥落か。いやー、一気に押し込まれるな。とはいえ、戻すわけにもいかないし、ここは死んでもらうしかないかな。で、貿易の方ですね。鉄を少しでも自前で用意していく。で、建設給は？まだ1か。全然臨時工場が足りなかったな。これどうなんでしょうね。軍需工場を最初にドカーンと建てていきましたけど、民需工場を先にある程度数用意した方が良かったのかもしれないですね。とかっていうのも発想バイアンの面白いところではあるんですけど、もう後戻りできないので、ちょっとこのまま耐えましょう。で、そうは言っても、足りていない陸軍の装備を、まあ、どう補っていくかっていうのは、帝国と改善したときに、海軍で持ちこたえている間に陸軍で装備を整えます。
という感じになりそうですね。では製造のラインちょっと見直しましょう。それを踏まえて、スチュワートが今備蓄が49だもんね。ちょっと数がしょぼすぎるような、いくらなんでも。でもそろそろちょっと用意していかないときついので、作りましょう。これで戦車の師団を一つというとこですね。で、戦車の師団の方には、まあ、整備中隊は少なくとも欲しいので入れます。で、装備生産品が足りていないところで言うと、軍用トラックが足りていないので、軍用トラック。で、時間を進めていきます。はい。そしたらね、魚雷の改造を入れたので、次行きましょう。即時効果が得られるものがいいので、まあ、嫌いは置いておいて、火器完成かな。ここもブーストしていきます。で、先ほど話してた通り、次の空いた研究枠は、採掘に入れます。オランダの降伏も早い。ちょっとヨーロッパの方を見ていきますか。ドイツが一気に膨れ上がってるよな。これベルギーも陥落してフランスとの戦いになりますかね。イギリスがもうちょっと本格的に参戦したら情勢も膠着状態に入るかなとは思うんですけどね。このままだと我々が対日本に注力しすぎているので、まあ、ヨーロッパの方は苦戦しそうですね。で、対日本の方がうまくいってるかというと決してそういうわけではない。ちょっと日本の海軍戦力状況を確認していきます。いや、これ本当面白いよな、このね。新しい情報機関の情報。これ見てるだけでもすごく楽しいですよね。空母が6なんだよな。で、今我々が動かしている太平洋艦隊の方なんですが、第一太平洋艦隊の方に、空母が3。で、第二太平洋艦隊の方に空母が2という状態ですね。で、第一大西洋艦隊の方に空母が3。ちょっと、太平洋に展開している空母の数で言うと、まあ、第一太平洋艦隊と、第二太平洋艦隊。合わせて5。帝国の方は6を集中運用してきた場合、結構しんどいことになるよな。で、次ロールアウトしてくる新しい空母はいつ完成するかというと、ヨークタウンが40年1月。あと2ヶ月後ですね。
そうだな。これをそしたら第二太平洋艦隊の方に増強しますか。空母ね。2隻増強予定。で、第一太平洋艦隊の方は？ここも空母1隻増強予定ですね。なので、来年早々には展開している空母の数、太平洋に展開している空母の数を6にできるという状態か。6対6。6対6ですね。そうですね、もうちょっと欲しいかな。まあ、ただちょっと鉄の数もあるし、石油の備蓄もなくなってきているという状況を見た場合、厳しいよな。はい、ではちょっとまた時間を進めていきます。パリが陥落していますね。まあ、ここが、ドイツの強いところですかね。まあ、このまま我々はとはいえ、日本叩きの方に、注力はね、変えずにしておきたいと思います。ただ、フランスから物が入ってこなくなるので、貿易の見直しは少し必要かなというところですね。で、ちょっと早送りしている間に進めているのが、グラマンの艦載機化と、あとは、空母の補助的運用。これ入れると、空母の指揮統制率10と、あと、艦載機の出撃効率プラス10%のボーナスが入ります。で、あとは、補給兵ですね。これも入れました。で、中国の方なんですが、義勇軍を送っているところをかなり苦戦してまして、まあ、もともと、ここの義勇軍の派兵は、経験値をもらいたいがためだったんですけど、まあ、いかにもちょっと雲行きが怪しいかなというところでちょっとね、苦戦が続いている状況です。で、いよいよ、空母がね、もう一隻入ってきたタイミングで、日本とのね、海戦っていうのを、まあ、本当にね、いつ海戦するかっていうのをね、ちょっと検討をして、仕掛けていきたいかなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの次をプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。